ああ、四つです。大原です。というわけで今回もカスタムワールドやっていくんですけども、今回ちょっと前半パートでネザライトのやつをちょっと、もうここで一気にもう終わらせとこうかなっていうのを考えております。ちょっとまあいろいろこの空いた時間に起きたので、まあ、なぜこのネザライトが一気に進んだのかっていうのが話したらなと考えております。で、後半はまあまあバザー関連やろうかなって、いまだに進んでませんからね。まあさすがにちょっと今回から立て始めようかなと考えております。ということで本日もよろしくお願いします。今もうこうドザさんたちのところに来たんですけど、あの残念ながらというかあれがないんですよね。あのネザライトを入れるためにあった箱が多分この辺とかにあったんですけど、のでちょっとまあここになんか樽かなんか置かせていただいて、そこにまあネザライト置くって感じするんですけど、あの4つネザライト集めたと思うんですけど、 ここがあのですね、キヨキヨさんたちの掛け事に私勝利いたしまして、あのこれが前々回の掛け事で勝利したネザライトです。で、もう一個で、どうだったかな。で、まあ、前回、こう、どっかしら、と、ヘイ、ヘイランジ、バカ野郎。あ、全然飛ばねえ。あたかもなんか、僕元からいましたけど、みたいな顔で言うけどさ。というわけで、この辺に、どこしまったっけな。ネザライトがですね、まだもうちょい俺どっかしらに保管してたんですよ。ここか。ああ、そう、トータルで話をするとですね、いや僕33個ネザライトいつの間にか集まっていたっていう。まあこれをわざわざば掘り行ってもいいんですけど、33個ありますからね、いつの間にかこう8個分の貯金があったっていう。いやー、びっくりっていう、俺もびっくりしたっていう。まあせっかく8個もあるんだったら、まあこう2つお渡しした後に、いまだにこう剣とかこのズボンとかに関してはまだダイヤのやつ使ってないので、まあアップグレードしてもいいんじゃねえかなって思ってんだよね。その個人的にやりたいことがあって、あのめちゃくちゃ強いんだけど、あの死んだ瞬間に消滅するっていうネザライト防具を。いやー、ちょっと大事に使っていただきたいなっていうのもあるんですけどね。やっぱこう一期一会、装備も死んだらば、だって現実で死んだらもうそこでおしまいですから、そんなものをねいつまでも使えるマインクラフトはおかしいと、ので、消滅の呪いを持ってる師匠さんをちょっと作りに行きましょう。で、これは俺用の剣だから使っちゃう。いやー、これでようやくあれかな、剣だけどついでにあれやろうか、こうで、よいしょ、おお、出た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 、これ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 。まあ別にこのカスタムワールドでなんか新着を特に全部集めるっていうことはやってないんですけど、はい、ドンと、ズボンエンチャントしてないけど、フルネザライト装備だとこんな感じになります。いやまあ個人的にこうなんとなくズボンが、まあ、金装備しとけばネザーも今まで通り活躍できるので、まあ、ズボン金装備でフルエンチャントしてたんですけど、まああんまりネザー行く予定がないんだったら、まあこれにエリトラでいいのかなって気はしてます。何するんだっけな俺。このまま、あ、そうだそうだそうだ、あの師匠ガチャをしてちょっと呪いを呪いを交換してくれるやつを手に入れに行くってのもおかしいけどね。ちょっと今回に関してはあの消滅の呪いが欲しいんで、エメラルドと本だけ持っていきましょう。まあ、とりあえず、まあ、地下ばっかりでも気がめいるというか、まあ、たまにはというか、まあ、前回がっつり冒険したけど、ちょっとあの師匠の確保の方に参りましょうか。一応まあ欲しいエンチャントは消滅かな、束縛よりも。もうなんかめちゃくちゃ強いけど死んだら消えるっていうのを俺は作りたい。そうです。そうすることで、まあ、プレイにスリルが、
簡単には死ねないぞと、あそういう、まあ、おしゃれな、なんかめらめら一人もいねえな、どこ行った誰一人いない、ゴーレムの方が多いまで、あっちの隔離されているというか遠くにある村人ハウスの方から一人お一人だけちょっといただきましょう。あ、てかこっちも村人もうほとんどいねえ、村人減ってるんだな、そう考えると、まあ、だったらちょっとこっち側の離れたところの村のところでいいかな。お、いた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 、ほ、へい、よし、これで置くで鳴る、確認する、壊すと、あのこれをあの目当てのエンチャントが出るまでやります。いやこんな感じで、あの今回は消滅の呪いっていうよくわかんないものを求めてますけど、これであの修繕も出ることができますので、まあ、もしなんか目当てのエンチャントが欲しい方がいたら、まあ、これは割とやっても無駄ではないのかなっていう。あ、束縛か、束縛はちげえけど、まあ一個ぐらい取っとくか選べるようにしとく、束縛か消滅かで。いやこうね、最近はこうなんか動画を前半後半って分けるようになってから、まあ動画時間が割と伸びるようになったんですけど、最近逆に動画が伸びすぎてやばいっていうのがちょっと悩みでありまして、前回撮ったらあのどうだろうな、撮影時間自体は1時間まあ20分とかそんぐらいだったんですけど、そしたらですね、あの動画にしたら36分とかになりまして急いでカットしましたからね。まあこう優しい方が多いんで、まあ、長くても大丈夫だっていう方はいらっしゃるんですが、まあまあまあ短い方がなるべくなっていう、まあ見やすいし夜か絶対こいつはそれで言うと寝れてないけどね。あ、出た、おお、これでようやくついに、うーん、何冊もいらんか4冊、消滅4冊もいるかな、あーまあギリな、もしかしたら今後なんか消滅を使ったアトラクションが出るかもしれませんから、まあまあぼっといてそうはないのか、得もねえだろうけどな。よし、例えばこれであとまあエンチャントか、もうエンチャンするだけか、割とサクッと終わったなこの目当てのやつがこう出るまでやるっていうのは結構、まあ、めんどくさいように見えて意外とサクッと終わるんで、まあ、30分ぐらい時間が取れてる人だったら一回やってみてもいいのかなっていう。ちょっと待てよ、カズさんもジャジャンさんも靴渡してんのか、俺も靴揃えるか、せっかくだし、だってそんなね頭防具とかいらんでしょ、だって多分靴の方がおしゃれだもんな、落下耐性つけれるし。いやこれはもう善は急げと。どうしよう、なんかソウルスピードとかつけられたらいいけど、さっきやった内容が全部おしゃれになることにボツは困るだ、ちょっとボツは嫌だな。靴ってなんだかんだ言ってそのエリトラのとか装備してたり、割となんか落下耐性さえあれば大体なんとかなったりすることが多いんで、まあ靴は便利だからなっていう。こうよ怒られるから絶対俺だったら靴ばっかりいらねえって言いそうになるけどね大丈夫かな、やべえ、どうしよう二個ともブーツでいいんだろうか、どうしよう、一個ぐらい別のもんにする、いやもう作っちゃったんだけどさ、まあ、予備の防具だし俺も持ってけいい話なんで、これに関しては、まあ、例えばこうさっき履いたズボンとかも渡せるっちゃ渡せるからな、一応ズボンにしとくかどうなんだろうな、ただあのどっちも呪いはつけますんで、はい、あの平和の武器なんてものはないっていうのをそれはやんなきゃいけない。どうなんだろうな、このネザレス装備ってあの金と同じように
いいエンチャントがつきやすいっていうのを海外ウィキかなんかで見てへーとか言ってたんですけど、そうぶっちゃけで話言うとさ、大体みんなこう最強のダイヤ装備からネザイト装備作ってるわけで、案外この裸のネザイト装備を強化するっていう人あんまりいないんじゃないかっていう、うん、さっき荷物預けたら普通にラピスラズリも預けましたね。耐久力耐久力耐久力、火炎耐性落下耐性ダメージ軽減、うん信じてみるか、はっ、ほ本当か本当に強いのかこれ、なんか怪しいけどねどうだ、土壌爆発耐性になっちゃった。まあきっとな、きっと今後爆発することもあるでしょうから、もしかしたら役に立つかもしらんからなっていう、なんか下半身をとにかく守るための道具ばっか作ってんだ。まあ靴よりかは、まあ、ズボンをちょっと渡すことでバランスを絶対バランスというかもうこのズボンの方には束縛をつけよう。まあこれでちょっと、まあ、使えるレベルまでエンチャントしてあげれば、率先してなんか呪いつけたなんかアホらしくなってくるけど消えないから、ただ脱げなくなるだけなんで、こっちはこんなもんかな。あとはまあトゲがつけられたから、いやトゲもかぶったに気すんな、だからエンチャント関係なんか全部微妙になんかふわっとしてる。これでちょっとこれをあと、あそうかバカ再生するんだったこれでちょっと適当にこれも強化していきましょう。よし、ちょっと地上のやつらから交換してもらって、くぅー高えな、強いけど高えな。これであと最後、あー仕上げのこれが一番高いって、なんか本当に嫌なんだけど、まあまあまあ万能ブーツですから、まあまあまあ許してやろう経験値食べましょう。いやちょっと今回の動画の裏目標として動画時間を20分に切るっていうのがあるんですけど、多分この段階で多分俺も12、3分いってんだろうなっていう無理だわよしこれで名前も変えちゃいましょう。まあこれだなっていう、まあこれに関してはまあひねりないですけど、僕クロックスのサンダル大好きなんで、雪降ってもクロックスのサンダルを履いて歩き続けたってバカが僕の自慢なんで、はいよし、これでこっちの方にも名前つけましょう。やだ、時間考えて考えたけど何も出なかった。エンチャントコストが足りないだとはい、というわけで、まあ、短パンでも何でもないですけど短パンにしました。はい、というわけで、よいしょ、この昔多分ネザライトが入ったチェストだな、これわざわざ樽持ってきたけどいらなかったかそしたらこの中にもう入れちゃって、またあっちに掲示板にカキ行きましょう。それで多分なんかちょうどいい気がする。いやー、まあ一応こう中身を改めると、一応それなりにエンチャントはついてるので、まあ使えないことはないんじゃないかな。こっち修繕ついてね忘れてたまあギリ落下耐性の耐久力ついてから最低限のレベルではあると思うけど、自然つき忘れたらつけてもらいましょう。多分コスト30、20ぐらい取っていくでしょうけど、すいませんというわけで黒い家に今月の献上品ございますと、まあ、これでなんとなく伝われば（笑）いいんじゃないかと。よし、というわけで、これにて前半パート終了でございます。後半の方では一応、ま、ちょっと小休憩を挟むんですけど、ま、一応予定ではバザーを立てる予定でございます。というわけで、お疲れ様でした。というわけでここからが後半パートなんですけども、その後半撮るまでの間に一日が経過し、それまでの間に先ほどジャングルの木を山ほど取ってきました。まあ、これだけあればまあしばらくはまあ木を取りに行くことがいらないんじゃないかなと勝手に思っております。まあ、とりあえずこのバザー制作ぐらいは持つことを祈りましょう。とりあえず今回からバザーを作っていくわけなんですけども、まあ、なんとなく
まあ一応参考画像的なものを出しておくと、まあこういうものを作りたいっていう感じなんですよね。多分今出てると思うんですけど、そうですね、あのもう完全に線画なので何書いてるか全然わかんないんですけどまあこのようなものをなんかどんどん広げて、ここら辺をちょっと立体感のある、まあ三次元的なバザーにしようかなっていうのを考えております。ちなみにここにいたアサシン2人は、気づいたらスライムによってやられておりました。いつの間に、というわけでここら辺から作っていきましょう。でまあ今回作るもののイメージなんですけど、とりあえずまあ焦点的なものなので一旦大きさ区切っといた方がいいんですよね。のでちょっとここら辺にちょっと石取ってこよう。まあなんか適当に大きさを区切って、そこからなんか高さであったりとか、まあ横的なものやって、まあなんかこう作りたいもののイメージが、まあなんか壊れかけた街に、住み着いた、歴史あるバザーみたいな、よく言ってることわかんないですけども、まあこの辺の新しいものとか使いながらやっていければなと、というわけでまず基本的な大きさから区切っていきましょうか。こう素材もな、なるべく素材の方が多分楽しいと思うから、こっちでいいかな、どうだろうな。こう玄武岩とこの磨かれた玄武岩って微妙に柄が違うんで、まあせっかくなんで磨かれた方で統一ましか、なんかこう急に変えちゃっても違和感が出ちゃって嫌なんで、適当にこうあるもの使って装飾していくって感じになるとは思うんですけど、ちょっとこう 1.16 の新しい要素として塀がつながるようになったんで、それもなんか使えたらなと考えております。まあなんとなくですけど、ここら辺がうまい感じで区切られては区切られてるっていうので、まあこの大きさで作っていきますか。なんとなくこう階段とかも作りたいんでね、この壁とかももしかしたら無事に行くことになるかもしれないっていう、まあその辺はやりながら考えていきましょう。まあなんかこの辺もな、せっかくなんで木も使いたいっていうのもあるんで、どうだろう、ちょっと一旦顔とか向いてみるかい。ちょっと明るすぎか。まあ一回普通に原木でやるか。一個の店の大きさ大体このぐらいの大きさに絞りましょうか。まあ、これでちょっとまあぼちぼちちょっと今のところは大枠しかまだつけないんですけど、ここからどん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 装飾してって店っぽくしていければなっていう。まだ入り口もねつけてないんで、まあ、適当にこの辺に作りますか。で一旦ここら辺も埋めてしまいましょう。はい、というわけでまあざっくりですけど足場というか、まあ、土台的なものが完成しました。まあ、こっからどん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 店っぽくしたいっていう感じなんです。ここ、とりあえずなんか道具屋的な、まあなんかイメージとして支障をぶち込むところにしようかなっていうのは考えてるんですよね。ので、ちょっとまあ、こう、この建物の中を移動するイメージだから、そんなに店自体のスペースはもしかしたらそんなでかくないかもですね。まあ、組めるだけ組んでいきましょうか。もしかしたら今日で完成はできないですけど、まあ、この店一つ分ぐらいは完成させましょう。まあ壊れてる感みたいな出たけど、ちょっと下とのつながりが微妙な気がするんだよね。なんかこの辺に関しては柵とか置いたりしてなんかごまかせねえかな。木である必要性が消えてくるな、こうなると。やっぱ無難に塀でいくか。まあそんなに塀も悪かねえんだけどな、悪かねえんだけど悪かねえんだけど、もうちょいなんかねえ複雑に壊したい感というか。まあ案外まあちょっと余裕があるスペースでこういじっていけばいいのかもしんないな。これに関してはとりあえず雑だけどやっていこう。まあなんかこんな感じで、もともと家があったけど壊れて、なんかこうただ修復はしてませんみたいな、これがなんかちょっと伝わればいいかな。はい、というわけで、まあ大枠はこんな感じで、ざっくりですけどね。で、こちら側にもなんかいずれこう、同じような店を並べる予定ではありますので、壁はちょっと粗めのフルブロックを置かせていただいております。いや、なんか、
やっぱ久しぶりの建築がなんかちょっと楽しいな。いやなんか最近こうなんか建築以外のことが楽しくしょうがなかったんですけど、やっぱこう原点に帰って建築するのもやっぱ楽しいなと。まあこれからはちょっとこのバザール作りもねちょこちょこ増やしていくとは思うんで、まあこういうのが流れるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとざっくりですけど、これがカウンターになるイメージで、この中に村人実際に入ってもらうって感じなんですけど、ただ村人にこう脱出されないような術も考えなきゃいけないので、まあフェンスかな、無難に。ちょっとこの辺に関してはなんかこううまい感じの村人に出られない、まあトラップドアでもいいのか、まあこの辺は無難にダークオークのフェンスなんかが結構映えたりするんじゃなかろうか。よし、というわけでここだっけ。ちょっとこれだとな、なんかあれなんですよ、なんかこうスカスカ感があるからあんまり個人的にはスカないんですけど、ま、今回のこうバザーは、ま、見た目だけではなく実用性もちゃんと兼ね備えてなければいけないということで、途端にサイコパス感出てきた。おいしょ。うわあ、この組み合わせが果たしてカウンターに見えるかどうかが分かりませんが、まあうん、何もせんよりかマシだろうという、どうしようかな。まあなんかこの辺にこの辺に階段を置いたらこのトラップ団の意味はなくなるのでは。まあいいか。これでなんかちょっとそうだな、ここだけちょっと削ってみて、まあ、なんか無理やりこう階段がある感とかやってもいいかもしんないな。まあこんな感じですわな。これでちょっとこっち側もよりちょっとだけ掘り抜いて、これでどうだろうな、いい感じになんか柱とか追加したらなんかこうなんですかね、イメージとしてなんですけど、この動画大体全部イメージで話してるから大丈夫かな。なんかこう元からっていう占拠して、無理やりなんかこう商店としてにぎわっているみたいなことにしたいんですよね。のでちょっとなんかこの辺も無理やりちょっとつなげてみるか。こんな感じか。ちょっとまあなんかこうあえてこう雑に掘り抜くことで、なんですかね、こうなんかこういう必死に掘り抜いた感みたいなのが出るかなと思ってこうデコボコさせてみたんですけど、ちょっとこの辺とかももうちょい整備したらいろいろやってみましょうか。うん、ちょっとこれでまあぼんやりですけど形が見えてきたので、この辺に棚を作りましょう。まあ、その時に役に立つのが、前半パートで持ってきた、養蜂箱と、今この中でちょっと仮ですけど簡単な養蜂場を作っておりまして、一応この中で蜂が生活しております。もっとなんか自動化とかしてもいいんですけどね、まあなんか気が向いた時にこんな感じで集めるだけでも、まあ、それなりに用は確保できますので、これで一応もうワンスタック弱は集まったのかな、4つだからここか、まあ、こんな感じでとりあえず建築に使う分ぐらいは余裕で集まります。これで養蜂箱を作ってあげることで、これはなんかレターボックスっていう感じ表現しても結構おしゃれですし、個人的には棚として使うのが結構好きなんですよね。まあ、ここになんかこう樽であったりとかワンポイントで置いてあげると、普通の木材で置くよりも結構床材としてもね割といけるんじゃないかっていう気もする。まあめちゃ素材は使うんですけど、まあ、これでちょっといろいろ装飾していきましょう。ああてかあれか、ここに一応イメージとしては支障をぶち込む予定ではあるので、そっか、初見台を置いてなきゃいけないのか、うまく隠せねえかな。まあ多分適当にうまい感じでごまかせるような気はするので、こう置くじゃん、まあ、これだけでもいいような気はするんですけど、ただ脱出だけされないようにここだけちょっとなんか棚を作るみたいな感じでごまかしていきましょうか。ここら辺にも樽を隠しておくことで、ここにあとドアさえ設置してあげれば簡単な、まあ、クローゼット代わりになるかなと。ジャングルドアでいいか、ちょっと見栄えがあれな気はするが、まあまあ馴染んでるっちゃ馴染んでるか。まあうーん、どうだろうな。
この辺とかもちゃんと奥に貼ってあげて、これであとなんかランタンとかも設置してあげれば、まあなんかそれっぽくなってきたんじゃないでしょうか。ちょっとここも一応壁だけは貼るか。まあなんか、まあなんか入り口みたいなものはなんか作ってもあってもいいのか。なんかこう元々ある建物に無理やり追加した階段みたいな感じでちょっとこれも足してみましょう。でなんかこの辺にあと適当になんか石とか置いて、まあ、馴染ませてあげればいい気はする。いやこういう地形にまでこだわり始めると一生ただでさえ長い動画時間がさらに長くなるっていう感性があるので、あんまりやりたくはないんですけどね。まあ、ただこうやりたくなった場所はやっぱこうやっとくべきじゃないかと。なんか個人的にこう落石とかみたいなのがあって、なんか壊れたみたいなのもあっても面白いと思うんですけどね。そうするとこの上とかもうちょい削りたいっていうのはある。まあまあまあできるとこまでやろう今日は。よしこれでまあ大枠は完成したので、あとは村人を入れてっていうのと、あとちょっとこの辺の壁だけやったら、まあ、お披露目できましょうか。いやこう自分の動画どこまでカットしていいのかよくわからんもんなんでもしかしたらカットしすげーって言われるかもしれませんが、適度になカットしないとこいつの動画本当に30分簡単に超えるんで。俺前回本当に苦肉の策で俺29分57秒まで持ってったからね。いや長い動画はあんま良くねえと俺はもう心に決めたんじゃっていう。はい、というわけで、一応地下のバザールが完成したのでお披露目でいくんですけども、ちょっと今夜が来てるな。今タイタイとジャジャさんが今こうログインしてる状態ですのでお披露目の途中でちょっと寝なきゃいけないかもしれませんが、とりあえずお披露目ですございます。というわけで俺の姿がない。あれこうもたもたしてる 1.162 のオプティファインが登場したんですよって話をしようとしてたんですけど、僕の姿が消えましたね。ある意味透明ポーションなのではっていうまあお披露目する分には問題ありませんのでお披露目でいきましょう。というわけで本日作った、まあ、バザール1号店ということで、司書ハウスがこちらになります。まあ、ハウスというにはちょっとボロボロですけどねまあなんかこう村人も消えてるじゃないかどういうことだこれは。いやここにいるんですよ。乗り物すら消えてんだこれ今。まあちょっと確かにプレビュー版のオプティファインを入れたっていうのもあったんですけど、ちょっと解除しますか。消えた。おいおい、いやいるんですよここに。あれ待て、ちょっと待って、やべえ、村人が消えた、見えねえ、あんだこれ、いるんすよ、ここに、ほら、見えないけどいるんすよ、ちょっと待って、普通のマインクラフト起動してくるわ、あーよかった、普通のマインクラフトのランチャーから起動したら治りました、あーよかった、まあ、ちょっと鍵持ったらもうこれで終わりなんですけど、よし。というわけでこんな感じで1号店オープンでございます。なんか気づいたらゾンビ化したそうでちょっと嫌なんですけどね。まあそしたらこの中だけで完結しそうな気はするのでその都度直してあげましょう。まあというわけでこんな感じでとりあえず1号店ができたわけなんですけども、まあまた次回以降もなんかこんな感じでちょこちょこちょっと村人の輸送は考えてるので、まあこんな感じのお店が立ち並ぶっていうのをまあちょっと似たようなかになってしまうかもしれませんが、まあ、ただちょっとあの職種によってこう、まあ、なんかこう建物の様子であったりとか内装とか変えたいと思っているので、まあ、そこの誤差を楽しんでいただければなと、ということで、まあ、こんな感じでバザー計画を進めておこうと思います。ということでまた次回もよろしくお願いします。それでは。